帰ってきました。ありがとうございます。今日は夜は2泊分けるつもりだったんですけど、サッカーの観戦をちょっと見に行かせていただいて、その帰り道がめちゃくちゃ激混みだったので21時40分から始めることができなかったので、1時間半残りがあったから22時30分からだったらできるかもと思って変更して、ダッシュで帰ってきたらギリギリセーフということで、24時まで目いっぱいこの枠は配信できるので、皆さんたくさん応援よろしくお願いします。はい、もうめっちゃ寒かったんですよ。もう雪は降ってなかったんですけど、その国立競技場の周りになんか雪がなんかもういっぱいあって、あ、降ったんだろうなみたいな、なんか積もってたっていうか、なんか氷みたいな感じであって、で気温を調べたら、まあ多分昨日の雪の残りなんでしょうね。で帰り道気温調べたら3度とかで、3度ぐらいの気温の中でずっと感染してて、もうめちゃくちゃ寒かったです。あ、タワーありがとうございます。ハイキーさんありがとうございます。もうね、激寒で、もうちょっと防寒対策すればよかったなって思ったんですけど、あったかい飲み物飲んだりね、あと明石焼きを食べたりとかして、なんか食べ物とか飲み物とかで暖を取ったりして、昨日の方があれですよね、もっと寒かったんですよね関東は。マシャマシャさん、くまちゃんありがとうございます。皆さん開始早々たくさんのギフトありがとうございます。あ、そういえば私ポストに明石焼き食べたって書いてある、書いたつもりが ALT 一番最初の写真の説明書きの ALT に明石を焼きが抜けてたので、あれは明石焼きのことです。でももうちょっとそんなに目立たないから修正しなくてもいいかなと思って違うんですよ、明石とは略しません皆さんギフトありがとうございます。サッカー観戦から帰ってきました。そしてね、今日はね、今田剛もね連れてきました。しばらくお家に帰れないので、熊野今田剛さんを、今田剛監督を連れてきました。あといろいろちょっと配信に必要な道具をね、今日は午前中パッキングしたりいろいろやることがあって、で東京来てサッカーで凍えながら観戦してあ、忙しい一日だったと思います。でもね、すごいね、寒い寒い言ってるんですけど、もう本当に楽しくて、私一人だけじゃなくてソラハさんとも一緒に行ったんですけど、ソラハさんもすごい楽しかったって言ってて、私たちあんまりサッカーについて詳しくないから、あれはあだよね、あれはこうだよねって言って楽しく話しながら見させてもらって、そうなんですよ。で席もすごい選手は近くに見れるところで見させてもらって、そう、なんかこうやって私が兵庫県出身ってなっていうだけで、こう兵庫に関わるイベントっていうか、その試合を見に行って、なんか PR できる機会をもらったり、なんかこう神戸だけに限らず、そのそれこそ明石だとか姫路だとか、そういったものを
私はもっともっと発信できる人間でありたいなと思ったし、なんかこういうことを通じて皆さんに有名なことだけじゃなくって、こんな知られざる魅力があるんだよっていうことを伝えていけるアイドルになりたいなってめっちゃ思った。あとスポーツめっちゃいいなって思ったし、またヴィッセル神戸さん応援させていただきたいなと感じました。なんか本当にどっちかっていうとスポーツとはあんまり縁がなくって、まあバスケはしてたんですけど、あと家族が野球してたりして、まあ私自身全く関わってなかったこともないし、その周りが結構スポーツやってる方だから馴染みがないわけではないんですけど、でもそんなに縁がなくって自分がやるとか今はだったので、どっちかっていうとあの野球ハラスメントとかって私が言ってもう野球ハラはやめろとか言う方なのででもなんかスポーツいいなって思ったし、純粋にこう勝負運動してる勝負してる姿運動してる姿見てなんか清々しいなっていう気持ちになって、だからなんかそうだね、兵庫県で言ったらオリックスとかもあるじゃないですか、なんかそういうのも見に行けたらいいなって思いました、はい、詳しくないんですけどね、サッカーも野球も。でも多分野球だったら私の家族がすごい教えてくれると思うし、まあ、近くに野球ハラをしてくださる方は、あ、オリックス大阪か、失礼しました、オリックスは大阪でした。でその関西で言ったらオリックスとか阪神のこととかも私は触れやすいと思うので、どちらかというと九州の方のメンバーとかよりかはやっぱ関西出身の私の方が関西の、そのスポーツとか文化とかには触れやすいと思うので、はい、周りにも野球ハラをしてくださる方もたくさんいるので、なんかそういうのをもっとこうどんどん取り入れてなんかやっていけたらいいなっていうのを感じました、はい、皆さんギフトありがとうございます。ハイキーさんタワーいただきました。ありがとう、ハイキーさん。ありがとうございます。ありがとう。さんのチョコポップとクッキー皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あでもすごいあのメッシ選手の人気がすごすぎて、あのすごい今日ねすごいなって思ったのが、結構その
前の方から席を数えると6列目の端の席、端の席だったんですよ。だから結構こうアップしてる選手とか、ボールが少しこう近くに来たらもう選手の顔がすごい確認できたり、そのゴールの近くのプレーとかもすごい見れるような席だったんですよ。でそれでなんか一回私がゴミを捨てに行ったんですね。上階段登ってる上の方に一回出たんですよ。でゴミ捨てて戻ろうとしたらなんかすごいわーって湧いてて、でこれえ何と思って、で戻ろうとしたらみんな立ち上がってて、でなんか通路もすごい塞がってたんですよ。だから戻れなくて何事と思って、その上の方から見てたら、前半はメッシ選手が控えてて入ってなかったんですけど、後半からすごいなんかこう多分交代でそのアップしてたんですよ。それであそろそろ来るぞっていうのでアップしてるメッシ選手をみんながわーって言ってメッシメッシみたいな感じで、そうアップしてるだけの大歓声でその通路を塞がってて、それでなんか戻れなくて、6列目の結構前の席の方だったんで戻れなくて、で私もちょっと上の方からこうやって動画撮ったりカメラ写真撮ったりして、でなんかちょっと落ち着いて自分の席に戻れたんですけど、そうもう何するにしてももう交代する時にしてもボールがメッシのところに来た時でもなんかこう映った時でもメッシメッシめっちゃ人気で、いや本当に世界のスーパースターなんだなっていうのをすごい実感して、そうでアップしててちょっとこっち側向いただけでうわーってなってそれで後ろ背中向けてたらメッシメッシって呼んで、でこっち向いまたこっち向いたらうわーって言ってもう大人気でちょっとだから写真を撮りました、たくさん私もそうね、それがスーパースターなんだろうなって思いましたね。近くで見させてもらって、多分そのサッカー界のアイドルなんだろうなと思って、レアだよね。もう全然多分私が私がアップしてたのどうしても誰もわーって言ってくれないと思う私が頑張ってアップしても誰も言ってくれないでもなんかすごい本気のぶつかり合いですがすがしい気持ちになりました。もう超久しぶりにスポーツ観戦行ったので楽しかったですね。私がアップしてたらみんな湧いてくれますか優しい。シジュウカラさん、レインボースターありがとうございます。イワちゃん、シン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 くんさん、
ュウカラさん、レインボースターありがとうございます。コッジって湧いてくれます？じゃあお願いします。私もメッシのようになりたい、コッジになりたい。コッジになりたい。シジュウカラさん、パワーありがとうございます。皆さんたくさんのギフトありがとうございます。ではお礼書いていきます。シジュウカラさんですね。いやでもワールドカップとかだったらもっとすごいんだろうなと思って、ワールドカップ行きたいなって思いました。で私コロナにかかった時にすごいワールドカップから元気をもらったんですよ。もう何にもやることがなくって外に出られないし、もう横になっとくだけで、横になって何かを見つめるぐらいでもうしかできなくって、その時にワールドカップ見てたんですよ。そうカタールのやつ見てて、最初全然もう申し訳ないぐらいに興味なかったんですけど、横になってこう見てたらもうすごい元気もらって、あーワールドカップいいなと思ってちょっとハマった時期があったんですよ。でそこからちょっとずつフェードアウトして、でまたこうやってサッカー観戦行くことができて、なんかいいなって思って、なんか私のお父さんがめっちゃスポーツ好きで、もうなんかチャンネルテレビをつけたら誰かしらその運動してる画面を見させられるんですよ。だからそれもあって私はどっちかっていうとなんかもういいよみたいな感じだったんですね。もう野球いいよ、サッカーいいよみたいな感じで、もうスポーツ大好き人間で、お父さんがそのなんかスポハラをそう誰かしら何か動いてる運動してる画面を見させられてたんですよ。スポハラです。そうそれでなんか私はもうそれには関わりませんみたいなスタンスだったんですけど、でもなんか大人になってこうやって観戦しているとなんか元気もらえるなと思って元気もらえるなって思いました。そうカタールでもね、カタールのワールドカップでも本当にエネルギーいただいたんです。はい、シジュウカラさん、タワーありがとうございます。だから私も元気を与えられる人になりたいので、コッジって呼んでください。コッチは、このイベントを諦めません。コッチお疲れ、頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。しばらく広島には何日 ?3 日ぐらい帰れないかな。だから最終日も家じゃないんですよ。だからなんかいろいろ持ってこれるものを持ってきました。これとかあとちゃんとイヤホンも持ってきたし、あと明日の配信で使うものとかも持ってきて、ちょっと荷物が多いんですよね。
多分忘れ物してないと思います。土曜日はねバスツアーですね。10日楽しみましょうね。そうだ、ここを去るときにスマホスタンド忘れないようにしないと。そう、ヘアアイロンとかも持ってきて、結構ガサッと持ってきました。ギフトありがとうございます。本当に皆さん応援ありがとうございます。ウレピーナッツ、あ、ケンケンさん、かわいいやつスクショ成功ありがとう。豪華版タワーめっちゃかわいいんだよこれ、本当にありがとう。やじうまさん星ありがとう。今回はスクショ成功しました。けんけんさんありがとうございます。タワーけんけんさん、タワーありがとうございます。コッチよりコッチ気に入ったんだけどありがとう、ありがとうございます。ハートの可愛いのありがとう。ありがとうございます。アイコン、アイコ魂と書いてアイコンです。ということで今日は写真集イベント、ちょっと2枠目になっちゃったけど、5日目ありがとうございます。水曜&水曜日お疲れ様です。お疲れ様配信です。今日は24時まで最後まで頑張りたいと思います。今日も24時まで頑張ります。よろしくお願いします。ネバーギブアップ、絶対に3位以内に入ろう。えいえいおう。私はね、あのね、今日ヴィッセル神戸の勝利を見届けたので、多分勝利の女神だと思うんですよ。今すごい勝利の神様がついていると思うので、多分このまま このままいけると思います。きっと私はそう信じてる。諦めたらそこで試合は終了だ。だから私は諦めない。一人一人のみんなの応援が必要だ。どれだけ小さなギフトなんかめっちゃなまったどれだけ小さなギフトであっても、皆さんのそのギフトがたくさん積もって、それが
大きなものになるっていうこと。あ、キノコのカパパさん、タワーありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ハート、バレンタインタワーありがとうございます。あとレインボータワーもいただいたみたいで、ありがとうございます。そう、何の話してたっけ。あ、そう、どれだけちっちゃなギフトだったとしても、それがたくさん積もって100人、500人、1000人、1万人、それが積もりに積もったら大きなものになるし、それがきっと結果につながると思うので、本当にタワーを投げられないとか、クマちゃん投げられないとか、もう大きなものは確かにもう皆さんのそのギフトが大きければ大きいほど、それは負担になるっていうのは私も分かってるから、そんななんかこう軽々しく投げてくださいっていうのは言えないから、本当にこれを見てる一人一人の方が、より多くの人が私の配信に、どれだけ小さなものでも一つ一つのものを投げてくださるっていう、そのご協力をいただければ絶対に結果になると思うので、クッキーとかもう本当にちょっとでも応援してみようかなって思ったら投げてくださると、私はもう飛び跳ねて、大気圏を越すほど喜び、飛び跳ねて喜びます。これいつまで持ってるんだって話ですよね。皆さん、たくさんの応援よろしくお願いします。そして5日目も本当にありがとうございます。そして水曜日も皆さん頑張りました。お疲れ様です。今日も寒かったと思うけど、今日も生き延びて偉い、とても偉い。みんなは偉いんです。はい、きなこのかパパさん、バレンタインタワーありがとうございます。ありがとうございます。かわいいかわいい、バレンタインタワーありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと大きい声出していこうって思った。でもなんかね、今日のサッカーの観戦すごい静かだった。いつもあんなんなんかな。あと2日頑張ろう、頑張りましょう。よろしくお願いします。皆さんギフトありがとうございます。見えてます。アーチさん、レインボースターありがとうございます。
声出していこう。今日の試合はお客さん少なかったから。あ、そうなんだ。え、あれで少ないんですか。え、だって2万8000人って多いんじゃないんですか。でもまあもっと入るか。実際は平日だったのもあるんですかね。そうか、スタジアムもっと入るのか。そうだ、アーリーさん、レインボースターありがとうございます。だってアリーナレベルだよ。冬の平日でも来るってすごいよね。チケット代が高すぎた。なるほどね。カリさん、レインボースターありがとうございます。皆様ギフトありがとうございます。皆さんのちっちゃなって言ったらちょっと失礼かもしれない。でも本当にもう些細なもうギフトでがたくさんポポポポって積もったら、だって1万2000人の人が100Gのギフト投げたら、だってたくさんのさポイント数になるってことでしょ。だからもう本当にいろんな人をいろんな人を誘って私の配信に、おってちょっとおってクッキーでもいいしチョコレートでもいいし投げてくれたら嬉しいな。私はそれで幸せだな。なんかタバコ臭いんだけど、なんかなんか誰か隣の人が吸ってるのかな。ウミガメさん、まさきさん、クッキーありがとうございます。こっちが夜こっち。喫煙部屋の近く、喫煙ルーム？いや違うんですよ。入った時は臭くなかったんだけど、暖房つけたら風に乗ってなんか風にと一緒に繋がってるんですかね。なんかめっちゃタバコ臭い。アンニョンさん、パワー、ありがとうございます。ありがとう。タオタオ감사합니다。タオ감사합니다。운원이 힘이 된다。応援が力になります。
んにゃんさん、サンキュー、こんばんは。韓国語で書いてみました。わー、こんばんは。ツボが同じだったり、ドゥ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 。ハサミ持ってきたっけな。前髪切りたいんですよね。さすがにもう、さすがにもう前髪切りたい。フリッペさん、レインボースターありがとうございます。チョキン。ちなみに今日の服がちょっと珍しいというか、あんまり着なかったんですけど、こういう待って、白に光りすぎて全然見えない。ワンピース今日は着てみました。なんかね、チマチョゴリみたい。ここからスカートがボンってあるんですよ。で、膨らんでて、こういうワンピースです。ホワイト、オンホワイト。寒かったよ。でもみんなも寒かったよね。広島ちょっと雨降っとったもん、今日行くとき。ちまささん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。お疲れ様でした。水曜日お疲れ様配信ということで、あ、白ふくろさん、レインボータワーありがとうございます。より暖かかった。まあでも昨日あんだけ雪が降ってたら、そりゃ今日の方が、雪降ってない今日の方がマシだよね。白ふくろうさん、パワーありがとうございます。あ、顔が熱い。寒いとこから暖かいとこ入ってきたから顔が熱い。ありがとう。体調気をつけください。気をつけます。ありがとうございます。
ひめみかんさん、ギフトありがとうございます。きのこのかパパさん、レインボータワーありがとう。パパさん、レインボータワーサンキュー、ありがとうございます。アイコンで、5日目でみんなもそろそろ朝配信見たり夜配信見たり大変だったり、お仕事で大変だったりプライベートで大変だったりするかもしれないので、そろそろ おつカラオケしてもいいかなと思ってる。よん、ギフトありがとうございます。おつカラオケ、なんかね、体力大丈夫ないけど本当になんかタバコ臭くて、それが、あ、でも配信が終わったらなんとかします。ギフトありがとう。で、なんかこの今田剛さんがに似たものをつけようと思ってそしたらこれしかなかったんですよ。この服にも合うしいいかなと思って持ってきました。お疲れさん、タワーありがとうございます。いや、ちょうどさ白い服だからさいい感じじゃない。猫、ちょっと顔の脂肪をどうにかしたい。お疲れさん、どうもありがとう。
チュールチュールチュールチャオチュールチュールチュールチャオチュール今だチャオチュール。お疲れです。どうしよう、壁ドン来たら歌ってる時に。カレーさん、パワーありがとうございます。おやすみなさい。あ、おやすみ。絵の絵を描きました。皆さんギフトありがとうございます。じゃあカラオケからのれのればんしじゃかげすみだ。지금부터시작하겠습니다。今から始めます。 Let's start karaoke and 今だ go teacherTime. でも何歌おうかな。スタジアムでは明石焼き食べました。あとチュロス食べた。キャリオーキお、なんかさ、サッカーのさ応援あるくない？おーおーイエ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 イみたいな。おお、なんかおー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 みたいな。あ、それ俺俺おお俺俺俺俺なんかさ、サッカーの歌みたいなないかな、応援歌みたいな。応援歌ないかな。応援歌アイドル
シンクロニシティ応援歌なんだ。じゃあシンクロニシティ応援歌らしいので歌います。あれ出てこない。悲しい出来事があると僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。背中丸うつむいて行くあてなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。 Keep going。この痛みを感じてくれないか、信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ、シンクロニシティ。きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること、言うだけでも思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにそばにいるだ、言葉を交わしていなくても心が勝手に共鳴するんだ。愛を分け合って守れ。みんなが信じてないこの世の中も思ってるよりI'm not afraid to die.
のために僕もどこかで何も気づかず嘘と涙流したい。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。すごい、まだミラーボールが続いてる。あおっちさん、タワーありがとうございます。タワー、タワーありがとうございます。ありがとう。イルロッサさんもありがとうございます。イルロッサさん、ちょっと配信バージョンのイベントバージョンのサインで失礼します。イルロッサさん、サンキュー、ありがとうございます。嬉しい、感謝感激、ありがとうございます。君はガールフレンド、ガールフレンド、僕のガールフレンド、ガールフレンド、こんばんは。今ラボ、明日の、待って、明日の配信の時間だけ伝えとく、先にまだ歌うんだけど、明日の配信の朝は7時からやって、7時から8時までやって、12時から12時半までやって、そこから、ちょっと時間空くんですけど、22時30分から24時やりたいと思います。90分、明日の配信の夜の時間なんですけど、ちょっと改めて決意表明というか、皆さんにこういうことをして、こういう形でみんなに喜んでもらえるようなものを作り上げたいですっていう、あの気持ち、そして決意表明をしたいと思うので、明日の配信はですね、全員集合でお願いします。明日は22時30分から24時までやります。よろしくお願いします。明日は6日目になるんですけど、よろしくお願いします。もう後半戦も後半戦です。お願いします。
じゃあちょっと応援ソングを、応援ソングを調べよう。応援ソング、うん。あ、青春の馬歌ったことあるな。青春の馬。完璧に歌えなかったらすいません。情熱の証、浮き出
渡らずにどんな辛い坂道さえ全力で走ってく君は絶対諦めるな何があったってそれじゃそこで終わるもう信じがせない君が叶う叶う何かはずっと先のことは今は何も叶えずに無我夢中青春の馬は生きてるかいないどこまで行けるか走り続けようバギ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 バイージーウェイハーのみなあ喉はカスカスありがとうございました。うん、パワーを、青地さんありがとうございます。青さんもですよね。ミラーボールタワーありがとうございます。森川さん大好きタワーありがとう。カタカナの高さもですよね。とスケッチブックの書くところがなくなった。タカさんサンキューダブルパワー。そして青さん、はい青さんありがとう。ラブ。そして青地さん、パワーサンキュー。ありがとう。そしてカミカンさん、カミカンさん Thank you。ありがとうございます。ありがとう。待って、猫耳つけてたの忘れてた。画面に映った時に気づく。まだまだ頑張りましょう、頑張りましょう。じゃあ2番危うかったらすいません。この曲歌います。
ございました。レインボースターありがとうございます。たくさんイエーイ。イエーイ。陽気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 。うーふ、ドゥドゥルルドゥルルてて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 。あ、ジェームさん、ありがとう。し、スクショ、スクショし間に合わない時があるから。かわいい、ありがとうジェームさん、あり
ありがとうございます。ジェームスさん、タワーありがとうございます。ダブルタワーありがとう。ダブルタワーありがとうございます。メガ目がこのライトが眩しくて、なんか今マックスさんレインボースターありがとうございます。レインボースターありがとうございます。それでは11時50分なので次の曲で最後にしたいと思います。ウミガメさん、猫ちゃんありがとう。どうしようかな。いいね、夢は逃げない。あ、間違えた。あれ？ない？え、でも歌ったことある気がする。あれ？あれ？ない？あれ消えた嘘。やゆゆよら、え、ないんだけど NB さんで。ありゃあにゃ、僕の太陽、あ、いいね。なんかこの間も歌った気がするんだけど、まあいいか。最後っぽい、最後っぽいチョイス。
間に合った。よかった。私は最後まで頑張ります。何があっても最後まで頑張ります。どれだけ点差が開いても最後まで泣かずに頑張ります。皆さんも今日一日お疲れ様でした。
明日も絶対に頑張れば皆さんも大丈夫。報われる。一生懸命でいれば。13位ハイキーさん、12位まさきさん、11位おつかれさん、10位くじますさん、9位ガントチャートさん、8位おみかんさん、7位しじゅうからさん、6位ジェームスさん、5位あおさん、4位あおちさん、3位けんけんさん、2位カタカナタカさん、1位きのこのかパパさん。ありがとうございました。今日もたくさん応援していただきありがとうございました。また明日7時から早いですが、朝の情報番組風配信お楽しみに。おやすみなさーい。